こんにちは、花クラブの宮川です。今回は秋のお花の代表、コスモスのアレンジメントのご紹介です。風に揺れる風情がとっても素敵ですね。その扱いと合わせる花材のあしらい方をお見逃しなく。ぜひ最後までご覧ください。コスモスが6本あります。まずね、お花を見ていきます。この人はちょっと腰が弱い人ですね。だいぶ曲がってきてしまってます。でこの人は華奢ですが、まあ、少し上の方は曲がってますけど、花は綺麗ですね。この人もちょっとこう歪んできてますね。この人は歪みはありますが、茎は硬くてしっかりしてます。この人はすっごく歪んでます。面白い人ですね。個性派です。この人は結構茎が太くって、まあ、しっかりしてますね。お花はまだちょっとちっちゃい感じです。で、どんな風に入れようか考えます。まあ、歪んでるのが面白いのは面白いかな。で、すごく首が垂れてきてるのが厄介な人になりますね。こういうのがちょっとこう考えないといけない人です。この2人が。ちょっとこの曲がった厄介な人から入れていこうかなと思います。まず長さを決めます。で中心を少し外します。でしっかりと深めに刺します。まあ、この一本一本の立ち姿が綺麗な感じになるように刺してあげます。で、こっちも曲がってる人ですね。もう全部入れてしまってもいいですが、ちょっと様子を見ます。弁慶草です。低くこんもり入れました。ケイトウです。弁慶草の対角位置にケイトウを持ってきました。こんな感じです。バラです。少し前にせり出すように、横から見た時にケイトウ、弁慶草、バラとちょっとずつ前に出てくる感じで刺しています。エリンジウムです。このくねっと曲がってる様子が面白いですね。少し弁慶草の上にかぶして入れました。最後の1本は後ろ側配置です。横から見た時にこんな感じ。スプレーカーネーションです。黄色地にピンクが入ってる感じですね。このコスモスも花芯が黄色で外がピンク、ちょっとこうリンクさせた色の感じです。ちっちゃいつぼみは取った方がこちらのお花が持つので外してしまいます。
2個2個1個221の分割です。でセットのところは高さを変えて重ねて刺してます。スプレーマムです。優しいピンクですね。これも花芯が黄色、外がピンクです。かなり低く使うものは、親指と中指で持って中心を人差し指で押さえながら刺していきます。そうすると結構低く入れることができます。ポイントは刺したい角度に、刺したい角度にこの角度でスポンジに当てたらこの角度のまま刺していくことです。で角度を変えるとぐにゃっと折れてしまうので角度変えないように刺すっていうところが大事ですね。長くなるとこう押さえて刺さなくって全然普通に刺してもらったら大丈夫です。でも短く入れるので茎折れやすいですから必ず切り口の近くを持って少しずつ送り込んで刺していきます。ここに固めてマムを入れました。可愛いですね。ワックスフラワーです。ワックスフラワーって切ると発火の匂いがしますね。スッとした感じです。やはり近くにある導火剤は長短をつけます。アスターです。とっても華奢ですね。ルドベキアです。ブルーのエリンジウムです。レンファレです。残しておいたコスモスです。ラインが面白いので途中の実は外してしまいます。ソリダスターです。雪柳です。最後にちょっとだけこの前に出してこようかなと思います。他の花材をワイヤーで傷つけないように少しカクッとこう曲げて下側にワイヤーを行くようにしますね。まっすぐ刺すと何かの茎を傷める危険性がありますね。雪柳をズルズルって引いてきてちょうどいいところで止まるように細工をします。そうするとちょっと浮いた感じで器とくっつかずに浮いて止まってくれます。
で、ワイヤーが極力見えないように花材で隠してしまいます。少し、どうしよう、葉っぱ間引いてもいいですね。透け感が出て枝のラインが多く見えるようになってきますね。紅葉した雪柳の色がこのピンクをすごく深い秋に誘ってくれますね。ポイントはやはりコスモスですね。高さをこう微妙に変えて、向きも上向き、左向き、斜め左、斜め右、前、大きくカーブして低く後ろという感じで、高さや向きや角度を変えます。後ろにも短いものを置くことによって奥行きが生まれてきます。で、カーブした花材をうまく使ってあげて、そうするとナチュラル感も出てきますね。直線的でまっすぐな、例えばこのお花ですね、まっすぐピシッと入ってしまうとナチュラルな感じっていうのが見えにくくなってしまうので、風にこう揺らいでるイメージを出すために、歪んだものの方をよりこう広い空間のところに持っていって見えやすくする。で、首のちょっとしたこうかしげた感じっていうのも見えるように配置してもらうと、コスモスの良さが出てくるかなと思います。あとは、大きめの花材を低くしてあげて、その間から飛び出してきたようなお花たちっていうのを足してあります。ただしコスモスよりは低く配置して、メインがコスモスっていうのを強く押し出しています。今回はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。